マイケル・アンドリュー・フィッシャーは、アメリカ合衆国テネシー州ナッシュビルを本拠地とする、NHL ナッシュビル・プレデターズの選手。プレデターズの前は、オタワ・セネターズに所属していた。2011年2月10日、ナッシュビル・プレデターズは2011年 NHL エントリードラフト一巡目指名権と2012年 NHL エントリードラフトの条件付き指名権を、 放棄する代わりに、セネターズからフィッシャーを獲得した。2011年のドラフトでは、セネターズが、ステファン・ノーザンを獲得した。2012年の条件付き指名権は、プレデターズが、プレイオフで1回戦で勝った場合3巡目指名を、2回戦以上で、勝った場合2巡目指名をすることができる権利であった。プレデターズは、プレーオフで1回戦で勝ったが、2回戦で負けたため、 セネターズは三巡目指名権を獲得した。2011年2月12日、プレデターッズでの初試合に出場し、コロラドアバランチとの試合で5対3で勝利した。5日後の2月17日、対バンクーバーカナックス戦で、初ゴールを決めた。2012年、所属チームの地域への献身、貢献、協力などを認められた選手に送られる。 NHL ファンデーション選手賞を受賞した。2015年6月26日、7月1日のフリーエージェント解禁直前、フィッシャーは、プレデターズと2015年度480万ドル、2016年度400万ドルの、計880万ドルの2年契約を結んだ。オンタリオ州、ピーター・ボロで、父ジムと母カレンの元に生まれ、敬虔なキリスト教信者として育った。 兄弟ロブ、グレゴリー、姉妹メレディスがいる。フィッシャーのおじのデイビッド・フィッシャーは、メジャーリーグベースボールのトロントブルージェイズの、球団付きの牧師であった。フィッシャーの兄弟のグレゴリーもホッケー選手であり、イースタンカレッジアスリートカンファレンスのクイニピ役、大学のゴールテンダーであった。2009年10月23日、セネターズの練習中、当時スターティングゴールテンダーであった。 パスカル・レクレアが休病のためフィッシャーが大役を務めた。オフシーズン中、フィッシャーはホッケー・ミニストリーズ・インターナショナルを通じて、故郷のピーター・ボロのほかキングストン・オタワで行われるホッケーキャンプに協力している。フィッシャーは NHL 監督のロジャー・ニールソン主催のホッケーキャンプでもゲストインストラクターとして協力している。フィッシャーは カントリー歌手のキャリー・アンダーウッドと結婚している。2008年、アンダーウッドのコンサートのバックステージで出会い、2009年12月20日、二人は婚約した。翌朝、セネターズの朝の練習の際、フィッシャーが婚約を認めた。2010年7月10日、ジョージア州グリーンズボロのレイノルズプランテーション内のリッツ・カールトン・ロッジで250名を招待して、 結婚式が挙げられた。ファーストダンスの際、フィッシャーはアンダーウッドに内緒で彼女の好きなアーティストの一人であるブランドン・ヒースを登場させ、彼の曲、ラブ・ネバー・フェールズを演奏してもらった。2014年9月1日、フィッシャーとアンダーウッドは第一子妊娠中であることを共に発表した。2015年2月、第一子長男アイザイア・マイケル・フィッシャーが誕生した。 GP イコール試合数、G イコールゴール、A イコールアシスト、パーツイコールポイント、ピムイコール反則時間。ありがとうございます。